皆さんこんにちは。大月みやこさんは1964年デビューですので、2022年には58年間という長い芸能生活となります。確かな歌唱力と凛とした着物姿が印象的な大月みやこさんです。誰もがサビを口ずさめるような大ヒット曲はないものの、持ち歌にはロングヒット曲が多いようです。現在結構な年齢になっていると思いますが、お元気で若い頃と同様に張りのある歌声を披露されています。今回は大月みやこさんの現在も精力的に歌手活動をされている姿や歌手活動への熱い思いを交えながら、また年収についてお伝えしていきたいと思います。大月みやこさんは1964年4月23日の生まれで、大阪府八尾市の出身です。芸名は当時有名なレコード店だった大月楽器店と都にちなんで付けられたようです。1964年ボコイ三味線でデビューしています。大月みやこさんは歌が好きだった両親の影響で歌うことは好きだったようですが、歌手になりたいと思ったことはなかったようです。当時通っていた音楽学校で生徒のデモテープをキングレコードに送ったところ、大月みやこさんだけにテストしたいとの返事が来たそうです。東京に上京し1年くらいは歌手をしてもいいかなという軽い気持ちだったそうです。3月に上京し、4月にレコーディング、6月にデビューと、歌手になるなんてこんなに簡単なんだと思ったそうです。三橋道也さんの前座として地方巡業をして活動されていたようです。大月みやこさんはなかなかヒット曲が出なくて、デビュー20年目にして女の港が2年かけてじわじわと人気が出て初のヒット曲となりました。第37回紅白歌合戦に大月みやこさんはデビュー22年にて初出場となりました。同じ年にデビューした水前寺清子さんは紅白初出場した大月みやこさんに激励の言葉をかけています。そして大月みやこさんは1996年まで紅白歌合戦に10回出場しています。1992年には白い海峡で第34回日本レコード大賞を受賞します。2004年6月14日には東京プリンスホテルで歌手生活40周年を祝う会を開いています。同年6月20日には最新曲までシングル198曲を収録した12枚組ボックス企画大月みやこシングルコレクション歩みを芸能生活40周年を祝う記念作品としてリリースしました。2008年11月3日には東京国士舘大学世田谷キャンパスにて大月みやこさん初の学園祭ライブを行っています。大月みやこさんと大学生との年齢差を考えたら、学園祭ライブに呼ばれるなんてすごいことですね。2016年には文化庁長官表彰を受賞し、2017年には旭日小綬章を受賞し、同年の11月には第59回レコード大賞特別顕彰を受賞します。現在も精力的に活動されている大月みやこさんですので、結婚もされ子供さんもいるのかと思いましたが、どうやら結婚はされていないようです。結婚等の情報がないので、ずっと独身だった可能性は高そうですね。仕事が忙しくて異性との縁はなかったかもしれませんね。しつこくアプローチしてくる男性は苦手と語る大月みやこさんです。とても美人だったので男性の人気は高かったと思うのですが、なぜか結婚しない会のメンバーでもあったことから独身の可能性が高いようです。18歳でデビューしてから売れるまで20年近くかかっていますので、売れない時期は多くの苦労があったことでしょう。演歌歌手は売れるまでは時間がかかる印象がありますね。一度売れてしまうとヒット曲がなくても長く活躍できるという印象もありますね。家族に関する情報もほとんどないようです。大月みやこさんは仕事とプライベートをきっちりと分けて
私生活を明らかにしていないのでしょう。大月みやこさんは相撲が大好きなようです。相撲中継でよく映る有名人としておなじみになっているようです。その他よく映る有名人としては中村玉緒さんもそのようです。ご贔屓の力士は誰なのでしょうね。その顔が見られる瞬間かもしれません。演歌歌手としてのイメージは大事でしょうから、そういうプロ意識もしっかりされているのでしょうね。最近のタレントさんは私生活を売りにしている人もいますが、演歌歌手の場合はそういうことをする人は少ないイメージがあります。私生活を明かすと庶民的なイメージがついてしまうのはマイナスなので、私生活を明かさずに華やかなステージだけを見せたいという意識からのようです。大月みやこさんの凛とした着物姿が印象的と言われ、大月みやこさんのイメージとなっています。演歌歌手として多くの着物も所有されていることでしょう。大月みやこさんは着物の色のコーディネートとして帯揚げに水色や黄色、帯締めに赤や黄色を使うことが多いようです。着付けの特徴としてまず目につくのは襟をきっちり詰めているところです。襟を抜かないところもきちんと感があり、嫌な印象を与えません。そして帯締めをやや斜めに締めているところです。斜めの帯締めで真っ先に思い浮かぶのは石川さゆりさんです。石川さゆりさんほど斜めではなく緩めの傾斜です。2017年には紅一人というシングルを発売されています。この CD ジャケットの着物姿ももちろんいいのですが、コンサート DVD ジャケットで見られる大月みやこさんの洋服姿も素敵のようです。大月みやこさんの洋服姿は貴重かもしれませんね。2013年にデビュー50周年を迎えて、大月みやこさんはインタビューを受けています。デビュー50周年ですねの質問に対しこのように話されています。なんとなく同じ感覚でやってきて、いつの間にか50周年が来た感じです。私自身が一番びっくりしています。そんなに長く芸能界にいたのと、若い頃の大月みやこさんの記憶がない方も多いと思います。ヒットしたのはデビューから20年くらいですから、30代後半からテレビに出るようになっています。歌がヒットして紅白歌合戦に出場するまで22年かかりました。その間のご苦労なかったのですかの質問に対して、苦労と思ったことは一度もありません。同じキングレコードの三橋道也さんの前座もして、地方巡業もしました。私は曲をヒットさせようとか賞を受賞しようという気持ちはなかったです。紅白出場もそれが目的で歌を続けてきたわけではないからです。20年目、女の港が初めてのヒット曲ですが、ヒットするまで2年くらいかかったので、曲が売れて生活が変わったという感じはないです。その頃から大月みやこ、凛とした女の歌という私のイメージスタイルが広がっていく手応えはありました。そして白い海峡でレコード大賞をいただくことができました。当の大月みやこさんは苦節とは捉えていなかったようです。なぜならたとえ誰かの前座でもステージがあり、自分の歌を聴いてもらえた二次転換だったと振り返っています。これは強がりではなく本音なのでしょう。歌手を辞める選択をしなかったことがそれを物語っている気がします。大月みやこさんは演歌歌手としてステージで歌うことだけ考えていたようですね。よく苦節何年と言われますが、何も苦労と思うことはなかったという言葉には、大月みやこさんの歌に込めた思いがあったからこそ今までも演歌歌手として続いているのでしょう。今後やってみたいことはという質問には、今しか表現できないことを懸命にやっていこうと思っています。これからも私を支えてくれるスタッフが私の可能性を見つけてくれると信じています。そのためにもはつらつとしていなければならないし、疲れてはいけないと思っています。例えば5年後ならその時しか出せない声があると思うのです。私の声が
皆様の届く限りはその時その時を大切にして歌い続けていきたい。大月みやこさんはインタビューの質問に対し、演歌歌手人生への深い思いと自分の歌を聴いてくれている人への感謝の気持ちをこのように話されていました。大月みやこさんのその時しか出せない声という言葉には、長く歌い続けた人ならではの気持ちが込められているように思います。最後に、健康で体型もスマート、何か秘訣は？という質問には、何か特別にやっていることはありません。お酒はよく飲みます。むしろ体に悪いことをやっています。しかし私は何があっても悩んだり落ち込んだりしないんです。いつもきっと良いことがあると思っていて、ずっと幸せだと感じています。秘訣といえば秘訣かしら。とにかくプラス思考で前向きに考える大月みやこさんですね。だからこそ20年間ヒット曲が出なかったことでも歌を続けていけたのでしょう。きっと良いことがあると信じて。高齢になると病気になる割合はどうしても高くなります。特に多忙な芸能人は過労から体を壊すこともよくあるようです。大月みやこさんの場合は命に関わる大病を患ったことはないそうです。しかし歌手生命を脅かしかねない声帯の病気になったことがあったそうです。2012年に急性声帯炎を発症して喉を休める必要に追い込まれました。18歳でデビュー以来ずっと歌い続けた大月みやこさんですから、喉を酷使していたことでしょう。安静にしていれば治る病気なので、一時的に大好きな歌を歌えなくなりました。しかしすぐに回復し、またステージに戻って美声を披露し続けています。無理して仕事を続けて声帯をひどく痛めてしまうと取り返しがつきませんよね。演歌歌手が出演する番組も減っていて、演歌歌手もよくバラエティ番組にも出演されていましたが、今現在大月みやこさんはどうされているのでしょう。 NHK の歌コンという番組にも出演されているようです。大月みやこさんも息の長い演歌歌手として大御所になってきました。大月みやこさんの年収はどれくらいなのか気になるところですね。2021年も大月みやこさんは精力的に CD もコンスタントにリリースしていて、9月5日には新曲「涙川」を発表しています。大月みやこさんの歌声には今も張りがあり、衰えはないそうです。ヒット曲が1曲あれば安泰と言われる演歌界の世界。もともと演歌界には独自の営業スタイルや興行ルートがあることはよく知られています。演歌歌手の主な収入源は地方興行ともよく聞きます。たとえヒット曲を持たなくても全国の講演会組織を通じて集客を図ることは可能であり、そうした営業収益があればやっていけるのだそうです。加えて演歌歌手には講演者といった後ろ盾がついているケースがほとんどです。大月みやこさんはデビュー6年目の24歳の時、都内に一戸建てを購入されています。また父親の他界後は母親と祖母の生活を支えてきました。大月みやこさんの年収についてのはっきりとした情報はありませんでした。公演、テレビ、イベントへの出演、 CD の歌唱印税、ファンクラブの売り上げ、グッズの収益などがあります。さらに大月みやこさんの曲はカラオケでも人気があるのだそうです。特に女の港、女の哀愁はよく歌われているようで、ここからも印税が入ってきます。大月みやこさんの年収は相当な額になりそうですね。2019年4月に73歳を迎えた際は年ごとにめでたくなってくるけれど、皆さんが集まってくれて騒ぐのが楽しいとコメントされていました。2022年の年始から10日連続で1日2本の歌謡ショーに出演しています。三重県にある長島温泉湯あみの湯新春特別公演歌謡ショーで歌を披露しています。3月23日には新曲「北の果て」を発売しています。
愛する人を追いかける歌ですが、大月みやこさんの歌声が情景を浮かび上がらせています。コンサートの来客からは本当に素敵な方で、スタッフさんとの緊張感ある関係やご自身の生き方、お着物のことなど楽しいエピソード満載の時間でした。このように楽しい話も聞けた喜びのコメントが上がっています。2022年6月24日には歌一筋出会い感謝として神奈川県秦野市の文化会館で特別ゲストに角川ひろしさんを招いて、大月みやこさんはコンサートを行っています。コンサートでは心にしみる歌声でお客さんの満足度も高いようです。10月には明治大学マンドリン OB クラブの定期演奏会に出演の予定です。年間のスケジュールもぴっちりと埋まっているようです。よほど舞台慣れしているのか、あるいは実年齢以上に体力があるのでしょうか。若い頃から抱いていた歌うことが好きな気持ちは2022年現在も変わらないようです。また新たな魅力を私たちの前に披露してくださることでしょう。今回は大月みやこさんの演歌歌手活動を通して、デビューから一貫して変わらない歌うことへの思いの深さを自身の言葉でお伝えしました。また大月みやこさんの年収についてと、2022年の現在も美声を披露されていることをお伝えしました。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。